どうも、カンフカンフのチェーンとチンピチェーンということで、よろしくお願いします。万劇、今日のご飯、ついに回ってきましたので、今回は、まあ、僕のおすすめと言いますか、僕、出身がね、福岡県でございまして、まあ、最近ね、地元にもなかなか帰れん状況なんですよ。お金なさすぎて。はい。お金なくて全然帰っとらんので、今日は地元福岡を思い出すご飯セットに、しました。はい、まず1品目、はい、こちら。あ、やばい、怖っ。あ、まず1品目こちら、ちょっとやばい、うまかっちゃん。はい、うまかっちゃんです。はい、九州のもうソウルフードですね。はい、もう休日でね、もうお袋さんとかね、母ちゃんたちがこう、もう今日はもううまかっちゃんばいみたいなね、うん、食卓に並ぶもうソウルフードですね。はい、袋麺といったらもうやっぱもうこれよね。はい、と、こちら一口餃子ね。実は博多一口餃子も有名でございまして、あの鉄板でね来るのがあるんですけども、それも有名な一口。しかもこのチルドのね、餃子なんですけど、これもしかも福岡県久留米市というね、僕のほぼも地元のとこで作られとる商品でございました。はい、それ見つけてね、あ、これやねと思って。はい。そして、なんと言っても、はい、こちら、明太子ご飯ね。はい。この3点を今日は食べます。はい。早速いただいていきましょうか。はい。いただきます。まずはね、この、ラーメン、うまかっちゃんから。はい。あー、うまかっちゃん、これがうまかっちゃんね、結局。あ、本当にね、このなんていうんですか、この思い出すというか、ちっちゃい頃、あの僕まだ小学校1年生の時はまだギリギリね、土曜日たまに学校行ったりしてたんです、授業で。あのその土曜日廃止なる前、小学校1年生、その時にたまに帰ってきたらね、今日はもううまかっちゃんみたいなね、お袋がこう大きい鍋でね、家族作ってくれとって、それ食べるのが幸せでしたね。うん、俺高校生ぐらいの時に、俺がじゃあ今日うまかちゃんも作っちゃうっつって作りよったん、実家でね、作りよって、で、みんな食べてもらったんやね、家族。そしたらなんか麺が伸びとうみたいな、まずかみたいな、こうやったらまずかっちゃうみたいなね、そげんないじりはされよったですね、学生時代は。はい、じゃあ次、餃子ね、一口餃子。帰りたかね、福岡に。うん、この動画の趣旨は、最近地元に帰れとらんね、地方からこう状況とか、こうね、地方から来てる人おるじゃないですか。そういう人らが地元をね、こう家でも味わえるよっていう幸せ、それを僕がちょっとでも伝えれたらよかなと思って撮ってますね。うちの家族は明太子全員大好きやってるよね。うん、だってうちの兄ちゃんなんかね、6歳の頃の幼稚園のさ、誕生日とかなんかのこうあれでしょ、誕生日カードみたいな作ってさ、そこに将来の夢の欄があってね、うち兄貴6歳やったけど、その時明太子ご飯になりたいとか言ったけどね。ということで、まあちょっとでもこれで福岡の魅力伝えられたらなと思いました。はい、今からちょっとゆっくりご飯食べたいと思います。またね。普段はこげんなに肉卵とかチャーシューは入れんけどね、動画用にもう金がないのに入れたとよ。どうしても福岡味わってほしくて、にわかせんべいの福場来てきとるね、これ鳥よけの。